んにちは。ランプドラゴンです。私にしかわかりませんけど3回くらい撮り直しています。めんどくさいね。ただランプドラゴンって別に強いデッキなので、あんまり苦にはなりません。というかすぐに勝てるので気にならないまであります。めんどくさいのはめんどくさいんですけどね。ということでさっとデッキを紹介していきます。今回のメインは言わずもがなのドラーク。バフをすることで発金とセットで OTK をすることが可能で、最悪最果ての友人がなくても運用可能な OTK コンボです。最強だね。逆に最果ての友人を 10PP でうまく使えてコストダウンができた場合、それはもう果てしなく宇宙になっていくので、結構使っていて楽しいんですよね。使われて負けたらブチギレ案件ですけど、使ってる側は爽快感があって楽しいんです。しかも最果ての友人を使えるとバフなしでも勝てる場合がある。そんなところも魅力ですよね。記憶の友人のなんちゃって優遇上効果とか、合わせて使えるカードの幅が広がっていくんです。ドラークが5コストになるので記憶が2枚プレイ可能で、そこに1枚発金をセットすることも可能です。そうなってくるとドラーク1枚で6点、記憶の友人2枚で12点、発金進化で6点の合計24点です。最強だね。そんな感じで想像以上に火力が出ますし、気が流で同じ運用をしても問題ありません。大体やってることは一緒ですからね。デバフしまくって失踪して OTK。運にもよりますけど、できないこともありません。そしてイージス対策にもなるというお得な効果。いろいろといい感じです。あとは一応アブソーブドラゴンで0コストドラークとかもあるのかな？アブソーブドラゴンの4点にドラークの6点に記憶の友人の6点に発金の6点、10PP で22点出ますよね。そういうプランもあったりします。なので序盤さえ耐えられるならいろいろと可能性がある。そして狂乱がいない今そこそこ余裕を持って立ち回れたりする。そんな感じでそこそこ勝ちやすい状況かなって思います。最強かは知りません。ただ使っていて非常に楽である。それだけは間違いないかなって感じです。計算も簡単ですからね。焦げ付き果ては真っ黒に。竜を用いて竜に勝つ。ガンガン攻撃。よう、勝ちに来たぜ。シンプルお化け。ということでランプドラゴンでした。ドラークを中心にしまくってます。でもプレミアでずれたのでお気に入りではありません。今思えば余ったエーテルで生成すればよかったんですけど、どうしても蓄える癖が抜けきれてませんね。もはや病気です。そんな感じで動画は終わります。ご視聴ありがとうございました。